皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は南海電鉄南海本線の和歌山方面への電車に乗車しております。諏訪の森駅、浜寺公園駅周辺の連続立体交差事業の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。南海本線は大阪市中央区の難波駅から和歌山市の和歌山市駅までを結ぶ南海電気鉄道の鉄道路線です。路線距離は 64.2km、 期間は 1067mm の狭軌を採用。紀州天駅を含む駅数は43駅、直流 1500V の全線電化です。南海本線は南海高野線と並び南海電鉄の主力路線を構成しています。南海本線単体としては大阪市から和歌山市間の都市間連絡及び大阪市への通勤通学輸送を担う近郊路線です。また空港線を経由する関西国際空港へのアクセス路線でもあり、大阪南の繁華街に位置する起点の難波駅は外国人観光客を含む多くの関空利用者にとっての玄関口としての役割も果たしています。南海本線のうち難波駅から堺駅間は1885年明治18年12月に難波駅からの地に廃止された大和川駅間を開業した阪海鉄道が開通させたものです。また堺駅から和歌山市駅間は南海鉄道が開通させたものです。その後阪海鉄道は1898年明治32年に南海鉄道に事業を譲渡しました。その南海本線では連続立体交差事業が現在行われています。事業区間は堺市の石津川の辺りから高石市の羽衣駅のすぐ北の地点までの約 2.7km です。高架化される駅は諏訪の森駅と浜寺公園駅の2駅で、除却される駅数は7駅です。概算の事業費は423億円で、そのうち堺市が約 92%、 南海電気鉄道が約 8% を負担します。完成予定は2028年令和10年3月末です。関連事業としては諏訪の森駅前線整備事業、諏訪の森駅と浜寺公園駅の駅前交通広場整備事業、浜寺公園駅前と地区画整備事業があります。堺市西区浜寺諏訪の森町西2町にある諏訪の森駅で途中下車して駅周辺の光景を撮影しています。事業の進捗に伴い諏訪の森駅付近の仮上り線への線路切り替えが2023年令和5年1月20日の終電以降に行われました。仮線に切り替わった区間は石津川駅の少し諏訪の森駅寄りの地点から諏訪の森駅の少し浜寺公園駅寄りの地点までです。これに伴い諏訪の森駅では2023年令和5年1月21日より今のホームの西側に作られた仮上りホームが利用されることになりました。現在の諏訪の森駅のホームはそれぞれのホームが石津川8号踏切を挟んで反対側に伸びているのが特徴です。通常の駅を建設するのに必要な用地が確保できなかったことが原因のようですが、全国的にも珍しい構造の駅になっています。電車は浜寺公園駅に向けてゆっくりと諏訪の森駅を出発しました。今回の高架化事業でその点は解消され、2面2線の相対式ホームを持つ高架駅へと生まれ変わります。ただ諏訪の森駅には浜寺公園駅のホームのように通過線はありません。線路の東側では別線方式での高架橋建設工事が行われています。諏訪の森駅の南詰めにある諏訪の森1号踏切から諏訪の森駅の仮駅建設工事を撮影します。諏訪の森駅の難波方面の旧プラットホームは拡幅され、和歌山方面の仮のプラットホームとして転用されます。諏訪の森駅西口とは跨線橋で結ばれ、エレベーターも利用できるようです。
その後、石津川に架かる橋梁の北側で下り線を急上り線に接続切り替え、旧下りホーム付近で急上り線から現下り線に接続し直します。最後に旧下りホーム付近から石津川までの旧下り線路を撤去し、旧下りホームの取り壊し撤去が行われます。諏訪の森1号踏切から浜寺公園駅方面への東側では、高架橋の橋脚の建設が進んでいます。別線方式の施工方法により、和歌山方面への高架橋が作られます。諏訪の森1号踏切から石津川駅方面への東側では、まだ工事が始まっていません。諏訪の森駅周辺では非常に複雑な工程で工事が行われており、これからも注目していきます。諏訪の森駅の和歌山方面ホームまでは西側での仮線方式で工事が行われていましたが、諏訪の森駅を過ぎたあたりからは東側での別線方式で工事が行われており、施工方法が変更になります。堺市の海側を南北に走る南海本線は市内の主要な幹線道路の多くと交差し、その踏切は交通渋滞や踏切事故の一因となっています。この幹線道路の交通渋滞により、自動車が地域の生活道路に侵入して歩行者の安全や快適性が損なわれています。また鉄道が地上を走っていることから、臨海部と内陸部を分断し、一体的な地域の発展の妨げとなっています。このような状況で、同じ南海本線の石津川以北ではすでに鉄道の高架化が完了し、高石市域においても2022年、令和3年5月に高架に切り替えられ、踏切が除却されました。これら先行区間に挟まれた浜寺地域でも南海本線の高架化工事を進め、効果的な問題の解決を図ることを目指しています。浜寺公園駅の北側にある諏訪の森5号踏切付近の光景を撮影しています。諏訪の森5号踏切は車は通行できない人や自転車専用の狭小な踏切です。南海本線の東側の事業用地には船津水路が線路に沿ってありましたが、地下化され少し東側に移設されました。その空いた事業用地に先行して南海本線の和歌山方面下り線の高架橋が建設され、その高架脇に阪海線の線路が地上に敷設されます。堺市西区浜寺公園町2丁にある南海本線浜寺公園駅に着きました。浜寺公園駅で列車して使用されなくなった旧難波方面のホームの除却工事の光景を撮影します。浜寺公園駅では難波方面へのホームは仮のホームへの切り替えが2022年令和4年5月22日に済んでおります。浜寺公園駅では和歌山方面への仮下り線路の敷設及び仮ホーム築造工事を進めるため、難波方面への急上り線ホームや線路の撤去が完了しました。難波方面の旧ホームの跡地には和歌山方面への仮のホームが建設されます。現在はその準備工事が行われており、必要な建材も多数搬入されています。この南海本線の連続立体高架事業の長年にわたる経緯を振り返ります。2005年、平成17年8月に都市計画が決定され、2006年、平成18年11月に都市計画の事業が認可されました。2007年度、平成19年度に用地買収に着手され、2013年度、平成25年度に鉄道工事に着手されました。その後、2014年、平成26年7月に工期が延長され、2018年、平成30年3月の事業完了予定が2028年令和10年3月に変更になりました。また2016年、平成28年1月に浜寺公園駅仮駅舎の供用が開始され、2019年、令和元年5月には諏訪の森駅仮駅舎の供用が開始されました。また諏訪の森駅では2023年令和5年1月21日より
難波方面への仮登りホームの供用が開始されました。現在この和歌山方面の仮ホーム建設現場では地下通路へのエントランス部分の工事が集中して行われているようです。地下の連絡通路を通り浜寺公園駅の西口方面及び難波駅の新しい仮ホームへ向かいます。浜寺公園駅は1897年明治30年10月南海鉄道が堺駅と佐野駅現在の泉佐野駅の間で開業した際に浜寺駅として設置されました。1907年明治40年に駅舎が建て替えられ浜寺公園駅に改称されました。2016年平成28年1月28日には高架化工事に伴い旧駅舎の使用を停止して仮駅舎の供用を開始しました。2017年平成29年12月には旧駅舎が引き屋により約30メートル離れた近隣の広場に移設されました。現在では旧駅舎はギャラリー、カフェ、ライブラリー、イベントホールなどの地域交流拠点として試験的に活用されています。旧駅舎は東京駅などを手掛けたことで著名な辰野金吾氏設計によるものです。浜寺公園駅には駅員さんが撮影した半壊電車のフォトショットが掲示してあります。季節ごとに織りなす風景を見事に収めてあり思わず見入ってしまいました。浜寺公園駅の撮影を一通り終えたので和歌山方面への電車に乗車して羽衣駅まで行くことにします。浜寺公園駅をゆっくりと出発します。右側では和歌山方面への仮ホームの基礎工事が進んでいます。浜寺公園1号踏切を通過していきます。浜寺公園1号踏切周辺の光景を撮影しています。左側には難波方面の仮線、右側には難波方面への仮の通過線が見えます。和歌山方面の線路が見えます。和歌山駅の普通電車が浜寺公園1号踏切を通過していきました。続いて特急ラピートが通過していきました。浜寺公園1号踏切の向こうには浜寺公園2号踏切がありその向こうには羽衣駅への高架に向かう坂が見えます。浜寺公園1号踏切と浜寺公園2号踏切の間の細長い区域でも工事が行われています。浜寺公園2号踏切を通過すると羽衣駅への高架の坂を登っていきます。浜寺公園駅付近の高架工事の準備として高石市側の季節高架へ取り付けするための盛り土工事が完了しています。羽衣駅の手前付近で高架化事業の工事区間が終わります。まもなく大阪府高石市羽衣1丁目にある南海羽衣駅に着きます。南海羽衣駅は和歌山方面のホームは単式一面一線ホームで難波方面のホームは休止中の高篠浜線ホームも兼ねた一面二線の島式ホームになっています。ラピートやサザンなどの特急電車は通過しますが急行、準急、普通電車などは停車します。南海高篠浜線の始発駅となっておりまた近接する東羽衣駅で JR 羽衣線に乗り換えができます。羽衣駅では周辺の高架化事業に伴い2016年平成28年5月14日に下りホームが高架化され2021年令和3年5月22日には上りホームが高架化され3階がホーム階で2階がコンコース階となっています。南海本線の電車に乗車して諏訪の森駅及び浜寺公園駅周辺の高架化事業の情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。